アントン・アズベは、スロベニアの画家である。ミュンヘンで、私立の美術学校を運営し、有名な画家、ワシリー・カンディンスキーや、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキーを教えた。オーストリア・ハンガリー帝国領であったは、スロベニアのゴレニャバ・スポリャネの農家に生まれた。体に障害があって、農作業に適さなかったので、商人の見習いとなった。リュブラナで画家のボルフと知り合い、美術の教育を受け、 女子として働いた。1882年の秋、ウィーン美術アカデミーに進み、ダラマン、アイゼンメンガー、クリスティアン・グリーペン・ケールらに学んだ。同時期の学生には、セルビア出身のウロシュ・プレディッチがいた。ウィーン美術アカデミーの保守的な教育に不満を持ち、1884年に、当時、新しい美術の中心地の一つであったミュンヘンで学ぶ、決心をして、 ミュンヘン工芸学校に移り、はじめハックルの指導を受けた。1885年にミュンヘン美術院に移り、ルートビヒホンレフツに学んだ。村のコーラス1891年には、同じスロベニア人の友人のリハルドやコピッチらの助言で個人の美術学校を開き、当初20人ほどの学生で発足した学校は、管理の美術学校の保守的な教育に満足。 できない学生を集めて100人ほどの学生を集めた。特に東欧からの学生を集めた。ロシアのサンクトペテルブルクの帝国芸術アカデミーは、予備コースとして、アズベの美術学校を推奨した。有名な学生だった画家には、中小絵画の創始者とされワシリー・カンディンスキーや、表現主義の画家アレクセイ・フォンやウレンスキーらがいる。10年を超えるの美術学校を開いていた。期間。 ほとんど一人で教えた。1904年にガンを発症し、1905年に没した。ありがとうございます。